先ほどお昼の12時に、明日発売の週刊文春の、早刷りが電子版で公開されていたので、それについて解説したいと思います。内容は、まあ、買って読んでいただく必要があると思うんですが、ざっくり説明します。2つ大きな構成になってて、1つは第1弾の時の、被害に遭ったとされる女性に対して、週刊女性プライムですかね。で、女性のスクショがアップされて、本当に本当に素敵な人たちでっていう感謝のメールがあった、LINE があったから、実は、同意だったんじゃないか、嫌がってないんじゃないか、みたいな松本さん側の論調に対する反論。これが、まあ、前半。で、後半はいわゆる、そういう松本さんに後輩芸人とかが女性を斡旋するシステムみたいなのが、もはや組織ぐるみで行われてましたっていうのが後編になってます。で、前編に関してなんですが、A 子さんの実は同意だったんじゃないかっていう松本さん側からのある意味での間接的な主張に対する反論。これは想像するに相当強い反論なり否定をよし、週刊文春はすると思ってました。なぜならば、ここが一番の現段階における論点になってます。そこが多分裁判でも争われるとこになってくると思うんで、多分週刊文春の気持ちとしては、ああいう LINE は送ったけれども、実は強制的に送らされてたとか、まあ、前後の文脈があって送らざるを得なかったとか、そういう物的な証拠を出して松本さん側の主張を否定したかったと思うんですけど、物的な証拠はなかったです。ただその A 子さんがインタビューという形で語ってまして、まあいろんな、その怖かったからそういうことを送らざるを得なかった、そういう空気だと。で、さらにお医者さんかなんかの言葉で、まあそういうふうな被害に遭った直後はそういう相手に迎合するみたいなことが恐怖のあまりしてしまうと。で、さらにそういうところを挙げつらってやるのはセカンドレイプになるみたいな話が展開されてました。で、物的証拠がなかったので、これはもうどっちが正解かどうかわからないので、裁判をするしかないということになるはずです。で、多分どっち側の主張も正しいというか、まあ社会的に見たら100ゼロで女性側の主張に乗るのが正しいんだと思うんですけれども、その法的な部分で考えた時に、どうなる、それが性加害に当たるのかっていうのは、まあ司法の判断になるのかなという感じですね。で、多分だから僕はもっとこの部分で文春が動かぬ証拠を出してくるんじゃないかなと思ってました。それこそスピードワゴンの小沢さんが多少そういうお礼ラインを誘導するような、ラインを送っていて、すごい素敵な体験だったでしょみたいなことを言っていて、それに対する返信として送って、で、小沢さんがその自分の送ったものだけ都合よく消してるとか、なんかそういうものが出てきたら結構きついんだろうなと思ってたんですけど、そういうものは出てこず、インタビューで、怖かったからそういうことをやったのに、それが同意の証拠だって言われるのは本当にひどいというインタビューがあったっていう感じで、まあそれ自体は真摯に受け止めなければいけないことだと思うんですが、まあ、物的証拠はなかったなと。意外と僕は週刊文春だったら動く証拠を持ってくるだろうし、持ってきたかっただろうなとは思ってます。で、その代わりと言っちゃなんなんですが、多分週刊文春としては、息の根を止めるために、お前でも余罪たくさんあるやんみたいな、この件がどうであろうと同じようなことしてるやんっていうようなことをぶつけてきました。で、2件あって、1つは福岡、まあ地方でそういうことしてるって話かな。で、1つは福岡で、ま、福岡人志っていう番組、僕めちゃめちゃ好きで、多分なんかね、それぞれの回3回ずつぐらい見てます。めっちゃ面白いんですよ。パンクブーブーの黒田さんじゃないか、名前違ったあれなんですけど、パンクブーブーの方がアテンドして、いろんな福岡の、美味しいものを食べたり、
飲みに行ったり、ですごい緩い番組で、まっちゃんがあんまそういう緩い街歩きとか地方とかでやんないじゃないですか。でその感じがめちゃめちゃ好きで、本当にもう一回やってくれないかなと思ってた番組なんですね。その福岡ひとしの番組、確かに今思うとなんか福岡に行きたいからやってるだけの番組なんじゃないって思うぐらい緩い番組だったんですけど、それが面白かったんですけど、まあ週刊文春としては、その後にまた、文春本第1弾と同じように女性を呼んで、ある意味、ゲームみたいなことをして性行為を迫るみたいなことが行われたと、書いています。でそのアテンダーがパンクブーブーの、方だというふうに書いてます。でもう一個は、アテンダーがタムケンさんで、多分これも地方でタムケンゲームっていうのをやって、なんか松本さんが選んだ人と二人きりになって断れない空気で、まあそういう性行為みたいになりますと、そういうことをやってましたということを書いてありました。でこれが今回の文春ですね。整理すると、英子さん側の同意じゃないという反論、物的証拠はなし、インタビューのみで、余罪のパンクルブーブーのアテンドの福岡の件、タムケンさんの大阪の件がありますよと。でこれを見た率直な感想としては、なんか、まあ、テレビタレントとしてはかなり厳しいかもしれないけれども、なんかそんなに週刊文春が今わざわざ松本さんを潰すほどのものなのかなって言ったら僕が炎上するかもしれないんですけど、なんかもっとえげつない第2弾が来るのかなとは思ってました。まあ僕の感覚がすごい、ずれてるっていうのはあると思うんですけど、でも僕こういうゲームやったことないしないんで、本当にこれありそうだなと。コンビニの、地方のコンビニの漫画のところにあるすごい分厚い芸能界裏みたいな本読むのすごい好きで、コアマガジンとかミリオン出版とかのそういうところに載ってる話やなって思うぐらいで、まあでも、まあそういうのが本当にあるんだなっていう、まあありそうやなみたいな感じでした。まあ世間一般はこんなひどいことをやってる人がテレビに出るなんてありえないっていうことになると思うんですけど、僕のずれた感覚からとすると、まあそんな感じで、大きな論点としてはどういうことになるんだろうっていうと、まずこれ古舘さんかなんかが言ってたと思うんですけど、3つのフェーズがあって、1個目が完全な事実無根で、2つ目が事実ではあるが同意の上でめちゃくちゃ遊んでたと。でこれはまあ当然松本さん結婚してるから不倫に当たるし、まあテレビでゴールデンタイム出てるような人がある意味乱交パーティーみたいなことしてるのってどうなのという倫理的な問題はあれど、まあ法には触れないよねと。で3つ目が性加害、本当に強制的に嫌がって何やった、これは犯罪ですよね。このだから事実無根か、めちゃくちゃな遊び方してたか、法律を犯してたか、この3つどれかっていうとこが、これからまあ一個の論点にはなってきて、でそれにおいて言うと、今回の余罪は強制的にやらされましたっていう発言をしている人がいなかったので、まあちょっとショックでしたみたいなことはあっても、本当に被害を訴えたいですっていう感じはなかったんで、それに関しては第1弾の英子さんの話で、しかも、それに関してはもう言った言わない、そう思ったそう思わないっていう話になるんで、あとはまあ裁判所がどう判断するかみたいな問題になってくるでしょうねという感じです。で論点ともう一つは、やっぱもっとそれ以上に大事なのは、まあ、松本さんはテレビタレントなので、法的に問題がなくてもこんな書かれ方したらもう、スポンサーつかないよねという話ですね。でなのでそれ自体はもう松まあすごい時間が経って何かが変わればわかんないですけど、基本的にはもういわゆるゴールデンタイムでテレビスターとして、やっていくのっていうのが今回の記事できつくなってきたと。それは別に法的にアウトじゃなくても、イメージがこんな結婚してて
しかも今のこのご時世こんな遊び方する人にスポンサーするのかお前はって思われたくないんで、スポンサーはしないですよね。別にいくらでもスポンサーするとこあるんで、わざわざ松本さんを選んでやるっていうのはやる必要がないので、スポンサーがつかないと。でスポンサーがつかなかったらテレビ番組は作れないので、テレビ番組作れませんと、まあそういう風になって松本さんはテレビのステージからは退場するのじゃないかなと思ってます。それこそ、ツイッターで高須クリニックの高須さんが、まっちゃんがやるならスポンサーするみたいなこと言ってましたけど、そういうある種オーナー企業で、自分の権限で全てお金を動かせる人がまっちゃんのファンだからやるみたいなことがあった場合、スポンサーはつくかもしれないけど、それでもテレビっていうのはどうなのかな。まあまあそれ YouTube とか他の、公共の電波じゃないとこならスポンサーつけていくらでもできると思うんですけど、なかなかテレビのど真ん中でやるっていうのは、厳しくなったんじゃないかと思ってます。週刊文春としてはこの記事読んだところの推測ですけど、どう何をしたいかっていうと、単なる芸人の女遊びっていう風にしちゃうと、まあありそうだな、松本さんぐらいの人だしやってそうだよね、昔からなんかそんなようなことフリートークでも言ってたしね、みたいな風にさせたくないんですよ。要はできるだけ極悪な、風に思わせたいとした場合、組織ぐるみの犯罪みたいな、ニュアンスで伝えたい。要はなんとなく、芸人さん集まってノリでやったとかじゃなくて、もはや要は吉本という会社自体がカリスマ松本帝国をに何も言えなくなって、もしくはもう吉本という会社自体がもうカリスマ松本帝国になってしまっていて、で後輩芸人とかは松本さんに頭が上がらなく、もう女性を上納するシステムをやらざるを得なかったと。これはある意味でもう会社ぐるみの問題、吉本という天下を取ってる芸人事務所の問題であるっていう風にしたい。要はジャニーズ事務所の問題のように、社会現象化したいわけですね。そのためには松本さん個人がめちゃくちゃ遊んでたんじゃなくて、もうこの組織、吉本が組織ぐるみでやったっていう風にできるだけ、見せたい。だから、そういう書き方、タムケンさんが上納してたとか、パンクブブが上納してた番組で行った時に、もうそうせざるを得ない、仕組みになってるんだっていう書き方をしてます。なので、それを見た時に吉本としては、昨日松本さんの活動休止を発表した時の判断としては、まあ、そういう形でやってくるんだと思って、そうなると他の芸人にも波及するし、多分もっともっと余罪があるんですよね。多分福岡行ったら福岡の芸人が、関西行ったら関西の芸人が、名古屋行ったら名古屋の芸人が、まあ、東京でもいろんな芸人が、ある種システマチックにアテンドしてゲームをしてたみたいなことが多分次から次に出てくるだろうと推測して、そうなると松本さん一人の問題じゃなくて、もう会社として終わるっていうので、一回停戦しようと、停戦というか一回松本さんをテレビから、退場させて、落ち着いて腰を据えて考えたいっていうのが本音なんじゃないでしょうかっていうような感じですね。なのでまあ法的にはこれから争って、ぶっちゃけどうなるかわからない。名誉毀損も正直松本さんが勝つかもしれない。で名誉毀損裁判で松本さんがもし勝ったら、週刊文春としてはとんでもない、史上まれに見たことない、桁の賠償金を払うことになると思うんで、潰れるってことはないでしょうけど、まあ普通にとんでもない被害だと思います。倒産はしないけど、文春のかなり首の皮一枚みたいなところがかかってきてるぐらいの裁判になるんじゃないかなと。ただ勝っても負けても、テレビというものは構造上スポンサーがいて成り立っているものなので、スポンサーっていうのは一般消費者がいて成り立っているものなんで、一般消費者が法律的にアウトだろうが政府だろうが、一般消費者がこんなのありえないって思ってしまったら、もはやテレビで使われることはないので、そういう意味においては法律云々
裁判云々関係なしに松本さんはテレビのメインステージからは、もう遠ざくんじゃないだろうかと、思っていますって感じですかね。まあなんでちょっと余談ですけど、まあそのテレビっていうところでやるなら法的には OK だからっていうので遊ぶっていうのはもう絶対に許されない時代なんだなと。逆にそのアーティストとか直接ファンからお金をもらっている仕事は、まあ、法的にアウトなことしたら、裁かれますけど、倫理的にどうかとか社会的にどうかっていうのはぶっちゃけファンがそれでもいいんだと、あなたのそんなところが好きなんだってなれば、まあ、関係ないんで、まあ、そういう意味ではアーティストとかは、強いですけど、テレビタレントというのは構造上退場せざるを得ないだろうなと。まあ芸能事務所としても、例えばそれこそさらば青春の光の森東とかはファンクラブみたいなのがすごい強くて、直接課金してグッズ売ったり YouTube で稼いだりしてるんで、まあテレビがなくなってもファンが応援してれば生きていけるっていう、まあ新しい形の事務所だと思ってて、まあ YouTuber とかもまあそうですよね。法律違反してなかったらファンが OK って言えば OK やろみたいな、まあそういうファンから直接お金もらってたり公共の電波を使ってない YouTuber とかだったら、まあ法律さえ犯さなければあとは好きな人がいるかどうかだよねって話になるんですけど、松本さんはテレビタレントなんで法律云々関係なしに、アウトなんじゃないかなということがこの第2弾で、分かったなということです。